この動画には、以下の要素が含まれます。それでもいいよという方だけ動画をご視聴ください。あと、今回は画面が結構揺れるから画面酔いにも注意してね。お待ちくださいだよね。コマネチくださいだと大変なことになるよ。とりあえずどうも、業務よ。で、このチャンネルの主はさっき壊滅的に面白くない一発ギャグをしたせいで石油ファンヒーターになったわ。元に戻してくれ。そんなことよりもほら。そんなことじゃないよ。今回やることを言いなさい。あ、はい。前回の特別編では、日本海水雷糸魚川伊勢の急戦について取り上げましたが、今回やっていくのは糸魚川伊藤直江方面の急戦について。確かここの急戦跡は自転車道か何かになってるのよね。そう、ですから実際に糸魚川から直江までサイクリングをしつつ、日本海水雷糸の急戦を辿っていきましょう。それでは本日もよろしくお願い。ねえ、なんで今日30度とかの予報出てるのに石油ストーブ出てるの？お前がやったんやろがい。あ、私の自己紹介が無駄だった。どうも加藤茶です。正しくは時鉄マイスターの越後慶です。で、サイクリング開始前にさっと急戦の解説をば、糸魚川伊勢がそうだったように、糸魚川伊東も日本海治水ライン、当時の北陸本線は海岸沿いを走行していました。やっぱり長大トンネルを掘ることが厳しかったからね。しかしなおいつ糸魚川間は親知らずのような断崖絶壁こそないものの、地盤が恐ろしく弱いことには変わりなく、たびたび土砂災害が発生して運休が発生していました。1914年から1963年までの間に、北陸本線は主要な運休だけで36回に到達。主要な、というのは列車死傷5時間以上、土砂崩壊500立方メートル以上、列車脱線または転覆。このどれかに当てはまるものになるわ。どれも大惨事ではあるんだけど、北陸本線ではこれが平均して1年4ヶ月に1回は起きていたことになるわ。もう管理局の人総出でハゲてもおかしくない頻度なんですが、ハゲんの？これはまずいということで、伏線電化の際に直江津浦本間で新線切り替えを実施、直江津谷浜有馬川浦本間を長大トンネルで短絡、灘地、筒井市、能の3駅を移転。新線切り替えを行わなかった浦本糸魚川間は、そのまま先導して伏線電化としました。1968年9月25日に、一足早く有馬川谷浜間が伏線化。翌年69年の6月4日には、糸魚川梶屋敷間伏線化。続けて約2週間後の19日、さらに先の梶屋敷浦本間伏線化。3ヶ月後の9月29日には、浦本有馬川間が新線に切り替わって伏線化。2日後、10月1日に残った谷浜直江津間も新線に切り替わって伏線化し、同時に糸魚川直江津間が電化されて、糸魚川直江津間、ひいては北陸本線全線の伏線電化が完了しました。新線切り替えに伴って急線は放棄、一部が宅地や公園、農道などに転用されたけど、大部分は道路へと転用、直江津谷浜間の一部は国道8号線になって、残るほぼ全ての区間は新潟県道542号上越糸魚川自転車道線、通称くびき自転車歩行者道として再利用されたわ。今回サイクリングいたしますのはその自転車道ですね。53年前まで鉄道が走っていた場所を、今日は存分にチャリで爆走してやりましょう。道路交通法は守んなさいよ。はい。本日は糸魚川駅から始めていきます。糸魚川を出て、直江津方面へ走っていく感じですね。自転車は糸魚川駅で借りられますよ。アルプス口にあるジオパルに併設して観光案内所があるんだけど、そこで貸し出しを行ってるわね。自転車は一般、電動アシスト、子供用、クロスバイクの4種類から選べるわ。そして今回私が選んだのは、子供用、電動アシストです。私動画撮影ない日はコンビニ行かん限り引きこもり代をやってるので、絶賛運動不足、ですから多分電動アシストないと裏元あたりで終了します。どんだけ弱いんだこいつ。電動アシストの料金は1時間500円、1日2000円。まあよっぽどのことがない限りは1日借りといた方がいいでしょう。というわけで、糸魚川レンタサイクルのロゴが入ったチャリで直江津を目指します。新潟色の車両が東京にいるみたいな展開になりそう。さもありなん。というかここから直江津までどれくらいあるの？出発地をここ糸魚川駅アルプス口、到着地を直江津駅北口としますと、だいたい42キロくらいですね。めちゃくちゃあるやん。大丈夫か？行くだけなら大丈夫でしょう。帰りも秘策がありますしね。できることならなるべく途中の風景もお伝えしながら進めていきたいですが、あくまで鉄道系動画なので、鉄道成分が豊富になってしまうのは冒頭注意書きの通りです。オタク向け要素が多くなるけど、そこは注意してね。そいだら出発。おいカメラ死んだぞ。やっぱダメかこのスタンド。もうちょっとうまいこと固定できるスタンドが欲しいですな。スマホを縦にして再出発。見づらいことこの上ないんだけど、でかい映像からして運転が怖いんだけど。ここ2年くらいチャリ乗ってません。あ、これ終わったわ。これ FF14 でいうところの初心者がいきなりアルテマウェポン行くようなものなんだけど。絶対無理じゃねえかそれ。だから無理って言ってんのよ。あとその例えが視聴者さんの何パーセントに伝わるのか。で、糸魚川駅アルプス口を出たんですが、さっきも言ったようにくびき自転車歩行者道は大部分が北陸本線の急線です。故に自転車道は糸魚川市街からではなく梶屋敷浦本間より始まります。自転車道の開始地点までは一般道を通らなきゃいけないのよね。しかしさすがというべきか、自転車道までの道は道路に青矢印があるので、地図が覚えられなくて、という方も安心して走ることができます。ただこの青矢印、交差点の結構直前に置いてあるから、急に出てきたと思ったら曲がらないといけなくて、間に合わずに交差点を通過して戻る羽目に、なんてこともこいつは何回かあったわね。野球の得点板くらいでかく書いてくださいよ。限りなく通行する自動車の迷惑でしょうが。あ、ちょうど地面に矢印ありますね。これに従っていけば、間違って魚津や白馬に行くことはないはずです。その間違え方はもう意図的やろ。
これ以上お見苦しい映像を垂れ流すわけにはいかないのでバッサリカット。ここは1号仕上げ水海岸鍛冶屋敷館にある大和川小学校前の交差点です。あそこに矢印がある通り、自転車はここから狭い道に入って海岸沿いを目指します。ここからは比較的車の通りが少なくなるわね。あとこの時点ですでに 4.2 キロを走行、10分の1ですね。出発から20分くらいだから、このまま行くと直江津までは3時間ちょいで着けるかしら。途中動画の素材を回収しつつ休憩も入りますから、まあ4時間くらいか。そこからはこんな感じで海岸沿いへ。ここから直江津市街地に入るまでほとんど海を見ながら行くことになります。間違って海にぼちゃんしないようにしましょう。あんたが一番するな定期。さて海岸沿いへ入ります。ここから先は一部が自動車進入禁止になるので比較的安全に走行できます。自動車進入禁止ならチャリも入れないやん。チャリは入れます。てかこれいろいろ危ない構図に見えない？あ、スマホ持ちながら片手運転してるって思われてんのかな。チャリの前にあるカゴにスマホスタンド立てて、そこにスマホ取り付けてます。決して片手運転してるわけじゃないので、今画面の前で110にかけようとしてる方、そのスマホを今すぐ置きなさい。謎の命令系というか、私は片手運転できなかったり危ないので、皆さんも危険運転はやめましょうね。こいつただ走ってるだけで危険運転だからな、うん、あ、カメラ死んだ。さ、途中の眺望はこんな感じですな。対岸に切り立った崖がありますが、あの辺りが浦本駅。直江津の街はまだまだ見えません。気象条件がいいと、ここから佐渡屋の登半島も見ることができるわね。なるほども船を出せ。やべえな、直しに逃亡する気満々だ。ただその逆で、気象条件が悪いと海からの横風に吹かれながら進むことに。逆にこれが日本海沿いのサイクリングの醍醐味とも言えましょう。しばらく走って、鍛冶屋敷浦本間にある早川に到達。都市鉄の観光急行も減速する絶景スポットね。一方には雄大な海が、もう一方には険しい山々が見える糸魚川らしい風景を楽しめます。しかし写真はよくわからないアングル。大変申し訳なす。で、この早川の部分で一旦国道8号を走ることになりますが、早川を渡ると再び国道8号を外れ、ついに区引自転車歩行者道に入りますよ。さて、開始約7分にしていよいよ区引自転車歩行者道に入ります。動画構成が下手な鉄道系 YouTuber 第一。不明よじゃあ。再び海沿いに出て、一面の日本海を横目に浦本の集落を走ります。海風がええの。なおスマホ。終わってみたら潮まみれになってました。ただし、区引自転車歩行者道のこの部分は北陸本線急線ではなく、ただ新しく作ったであろう部分になります。急線を再利用した区引自転車歩行者道は浦本駅を出てから始まるわね。というわけで、そこまでカット。言うのう。はい、だいぶカットして浦本駅の先まで来ました。あそこに浦本駅が見えます。今の止水ラインはあそこからほぼまっすぐ、画面の向かって左に進んで、浦本トンネル、この裏トンネルを通過して直江津に向かうわね。しかし急線は現在の浦本トンネルがぶち抜く山を大きく迂回します。ちょうど今いる位置あたりに、当時は線路が来ていました。詰まるところ浦本駅から大きく曲がって海岸線沿いへ来ていたということですね。そこから先は斜面と海がなすわずかな平地を進みます。昔はここに列車が走っていたのよね。危なっかしいことこの上ありませんが、実際1931年にこの付近で地滑り発生、貨物列車が巻き込まれており、本当に災害が起きていたことがわかります。あとこんな線形だと高速化もクソもない。そりゃ超大トンネル掘ってまで線路切り替えようとしますわ。眺めはいいんだけどね。サイクリングしてても楽しいですからね。多分ドライブしても楽しめる区間だと思います。ちなみに現在 9.2 キロ地点、出発した糸魚川の町がもうあんなに遠くにあります。出発からは50分くらいが経ってるんだけど、今回私たちは動画とかその他もろもろで結構道中で泊まりながら来てるから、やる人がやれば30分くらいでここまで来られるかもしれないわね。浦本農館はこんな場所も走ります。多分木とかは廃線後に植えられたと思うけど、サイクリングロードっぽくていいわね。しかしこの風景を高画質でお届けできないのは残念。なぜかこのファイルだけ HD 画質に戻ってたんですが、何かの弾みで 4K から設定が変わったんじゃない？結構ガチャガチャいじってたからもしかしたらそうかもしれない。にしても一番美味しい場所だけフル HD に戻るのは偶然か。それとあの画面斜めってきたんですが、スタンドは首だ。あの後スタンドの角度調節ネジが固まって緩まなくなるという不具合が発生したものの、なんとかここまで到着。ここどこ？浦本農館を流れるこの裏側です。ついでにあそこに現在の線路が見えますね。浦本トンネルを抜けてこの裏トンネルに入るまでの明かり区間です。結構離れてるわね。今我々が立っている橋自体は道路化されるにあたって架け直したようで、昭和54年つまり1979年の3月に竣工しています。廃線からは10年経ってるわね。この先、道路元い配線跡はこの裏の地域に入りますが、どうもこの先にこの裏信号場という信号場があったようです。跡地全然わからないわね。撮影中の私もどこかわからず、適当に公園の横で写真撮ったのですが、ウィキペディアによると、この裏信号場の位置は浦本駅から 4.1 キロ、直江津から 1.5 キロとのこと。これから推定すると、おそらくこの裏信号場跡はこのカーブをさらに直江津の方向に進み、この裏の住宅が切れて国道8号と再び合流するあたりかと思われます。信号場の場所を特定するのは難しいわね。乗客の乗降がない停車場ですから、駅舎があったような広い敷地もなく、記念碑を建てるまででもないですし、周辺も商店があったり住宅が並んでたりとかもありませんから、せめて待機線の跡
場となる、不自然に広い場所を探すしかないです。デカ道でもいいけどこの裏って地名可愛くないですか。出たよクソズレ完成。あ、写真あったわ。撮った写真くらい把握しとけ。私ただ単純に名立ちの表記を撮っただけなんですけど、偶然にもここにこの裏信号場があったと思われます。敷地を見ると、なんとなく本線と対比線があったように思えますね。いや言われないとわからないわよ。ちなみにこの裏信号場っていつからあったの ?1964 年ですね。旧線廃止5年前になります。前回の動画でも風波、黒岩、姫川の3つの信号場が出てきましたが、あれはいずれもトンネルや橋梁などが関係した新旧分岐点にありましたね。しかしここの裏信号場は別に新旧分岐点でも何でもないので、単純に列車増発に対応するために設置された信号場なんでしょう。あれだけの集落があったから、元から駅があってもおかしくはないけどね。新線切り替え後も、この裏側で一度明かり区間に出ますから、そこに名立ちみたく駅を設置できそう。なんでこの裏には駅がなかったんだろうな。本意ながらこの裏の説明に力を入れてしまって尺が押してるまん。やっぱり動画の構成は下手くそだ。ここから先は日本海を5つの馬ですっ飛ばしましょう。さて、あれから1キロ近くチャリ走して能川へ到達。もっと現行線から離れます。あんな遠くに。さて、ここから能の中心部へ入りますよ。街中に入るということは、当然街中に入るということ。人とか車も多くなるから気をつけないといけないわね。調子乗って30キロとか出すんじゃないわよ。気をつけます。はい、糸魚川市農事務所前までやってきました。この辺りに農駅があったとのこと。国土地理院の航空写真を見ると、結構大きく見えるわね。当時の農駅は普通列車しか停車しないような駅ではありますが、その普通列車が客車10連とか出来上がるので、ホーム長も長く取らねばなりません。その分、駅構内が広く見えるんでしょうね。ちなみに現在の農駅は、今奥に見える交差点を左折、そこから600メートルくらいずんずん歩く必要があります。歩いて大体8分、遠くなったものね。ちなみに農事務所の玄関前には記念碑があります。日本国有鉄道、北陸本線旧能駅跡地と書かれた記念碑と、前原からの338キロポスト、境界楼、そして記念碑の足にはレール断面が。これはわかりやすくていいわね。なんかこの辺の小学校で、生活科の授業にこういうの教えてそう。町探検とかやった覚えあるけど、今でもやってんのかな。そういやこの近くで小学生っぽい子供にこんにちはって挨拶されたんですよ。もうおじさん感動しちゃって。なんかデジャブ感あるわよ。旧能駅は糸魚川駅より 14.6 キロ地点。私でも1時間半くらいでここまで来ています。でもまだ先は長いわね。ま、のんびり行きましょ。能駅から少し走ったら、ついにトンネルが現れました。白山トンネル、長さ336メートルの鉄道にしては短いトンネルです。多分元はレンガ積みだったんだろうけど、道路化するときにコンクリートで固めてそうね。中は変な段差とかもなく、ちゃんと舗装されてます。あとそれなりに明るかったかな。ただこいつはチキンだから終始徐行運転だったわね。こんなところで死んでたまるか。謎に必死で草。そのまま続けて小泊まりトンネル、長さ326メートルです。中はコンクリートで固められてるし、白山トンネルと同じような感じだったわね。しかし反対側出口は洞門っぽくなってました。実際にここを蒸気が通過していたとはちょっと考えづらいですな。改修されているとはいえ、鉄道トンネルっぽさはそんなにないかな。小泊まりトンネルを出た横には道の駅マリンドリームの。ちょっと前に大渋滞で接近すらできなかった因縁の地ね。やめろ、ほじくり返すんじゃない。撮影日は日曜日ということもあって多くの人でにぎわってました。みんな一心不乱に噛み食ってんだろうな。あの場所から少し筒石方面に向かうと国道8号を越える立橋があって、我々チャリ勢はここからマリンドリームへ入れます。なるべくここで休憩した方がいいわね。筒石、直江津方面はマリンドリームを出ると、この先名立ちまで10キロくらいこういう施設がないので、ベテランも初心者も一度ここで休憩しといた方がいいと思いますぞ。なんならおまんも噛み食っていきないね。わざわざ方言使ってまで進める地元民の鏡。さて、私も休憩したところで。あんた裁判でもやってんの？無事です。改めて筒石駅へ向かってチャリ走していきましょう。海の向こうには名立ちの街が見えるわね。直線距離でも 8.8 キロか。頑張るべ。桃川トンネルへ到達。長さ161メートルの本当に短いトンネルです。さっき通過した白山、小泊まりの2つのトンネルは入り口が全部コンクリートで補強されてたけど、この桃川トンネルはトンネルの壁だけコンクリートで固められてるわね。入り口の壁はレンガがそのまま見えてるわ。鉄道トンネルっぽさがあって風情がありますな。桃川トンネルを抜けた先は桃川の集落になります。で、この裏と同じく桃川にも信号場があったとか。桃川信号場、1962年開設の1969年廃止らしいんですが、やっぱり撮影中はどこにあったかわからず適当に写真を撮っています。実際どの辺にあったの？これも行きの情報によると、能駅から 4.3 キロ、筒石駅から 2.1 キロの場所にあったらしく、その場所というのは写真の中央奥あたりになります。大気線の長さまで考えると、多分写真撮った場所あたりまで線路があったんじゃないですかね。筒石駅に接近、川の上に怪しいレンガブロックがありました。旧線の兄弟かしら？多分そうでしょうね。非常に悲しいお知らせです。旧筒石駅の場所を間違えてました。バカ野郎！いや、撮影中もスマホで配線探索のブログ見ながら確認してたんですけど、
そのブログから間違っていたようで、全然違う場所で撮ってました。皆さんもネットの情報の信憑性にはご注意を。で、今あんたはどこにいるのよ？筒石駅が所在する地区のかつての行政区分、旧磯部村の中心地あたりです。奥にバス停の待合室がありますが、あの近くに左に折れる交差点があって、左折して山を登っていくと今の筒石駅に繋がってます。それで、昔の筒石駅はどこ？ここから能方面に 1.2 キロの位置ですね。全然外してるじゃねえか。しかしこのまま読みこの動画を出すと、筒石の人に家が襲撃されかねない。やめろ。やめる。後日筒石駅だけ正しい旧駅跡地へ参上。くしくも現筒石駅と旧筒石駅の位置関係を身をもって確認する機会にもなりました。ここで撮影中のうぷ主さんより感想があるそうです。いや、ちょっと待って、遠すぎそうだよ。はい、意味がわからないので413K32時間耐久の計です。終わった。歩いて旧磯部村中心地から15分、現筒石駅から23分、ようやく旧筒石駅の跡地に到着しました。JA 翡翠の揉み共同乾燥調整施設があるわね。ここに本当に駅あったんですかね。何も残っていません。しかしそんな状況でも確かにここに筒石駅があったと証明するものが一つ、記念碑です。日本国有鉄道、北陸本線旧筒石駅跡地とあるわね。農駅みたいに他に何か色々置いてあるわけではないですが、一見何もないようなこの場所には、半世紀ほど前には確かに鉄道駅があったようです。その筒石駅は、当時の磯部村の中心部からこれだけ離れています。さっき、1.2 キロ離れていて、歩くと15分かかるって言ってたわね。確かに、旧磯部村の中心はずっと向こうね。一応ちゃんと理由があって、ここからさらに農方面に同じくらい行った場所に遠崎という集落があって、筒石駅が開業した頃の磯部村の村長は、実はその遠崎出身の方だったんです。そこで、磯部村の中心である筒石集落だけでなく、地元遠崎集落の利便性も考慮した結果、筒石集落と遠崎集落のほぼ中間にあたるこの場所に駅ができることになります。しかし駅名については、無難に村の名前から取って磯部駅としたかったところなんですが、信越本線にすでに磯部駅があったことから、磯部案は没。結局駅名については、磯部村の中心地である筒石集落の名前を付けることになります。で、1969年に駅が移転したけど、今の駅は遠崎集落からは圧倒的に遠くなって、筒石集落からはむしろ近くなってるわね。その途中の急な坂をずっと登らないといけませんけどね。にしても景色いいな。映しているのは筒石集落、つまり名立、直江津方面ですが、能方面もマリンドリームの橋あたりまでずっとこんな感じで開けて見えるので、当時は列車到着前になると、煙を吐いた蒸気が遠くから走ってくるのが見えたんだろうな。何度も話している通り、北陸本線のこの区間は土砂災害で何回も不通となり、筒石駅自体も、構内で地滑りが起きて駅設備がやられたこともありました。北陸本線が伏線電化されることになると、筒石駅は大体駅設置の難しさから廃止期に。しかし地元の強い声で、トンネル内に移転するという離れ技で伏線電化後も存続することになります。トンネル内の駅は日本国内でもたった5カ所。上越線土合駅、指曽駅、野岸鉄道会津鬼怒川線湯西川温泉駅、北越急行北北線三ヶ島駅、そしてこの筒石駅ね。あとの4駅は全て単線トンネル。いや、土合駅は元は大気線がありましたが今は撤去されて線路一本になっていますので、日本国内で常時客扱いを行う伏線トンネル駅は、筒石駅が唯一ということになります。尺が…急がないとまた40分超えるわよ。とりあえず、筒石の次は名立。何かあるまでぶっ飛ばしますぞ。事故るぞ。いやもちろん安全運転していきますけど。筒石駅を出た後も、こんな感じで時々レンガ積みの遺構を見つけることができます。ここから650メートルくらい名立方面へ走ると、いよいよ上越市へ入っていきますよ。メッシ西名立、上越市に入ったところでちょうどよく休憩スペースがあったので昼食。なおいつものサンドイッチ一組の模様。で、あんた大体昼食報告って近くの駅の名前使ってるけど、ここはさすがに場所が微妙すぎるから名立の西って妥協したみたいね。いや、西名立って停車場の名前ですけど。は？駅じゃないですが、筒石名立間の急線上に西名立信号場があったんですよ。1963年開設、1969年廃止。場所は今撮影している休憩スペースあたりですね。例のごとく撮影中の私は場所が分かっていなかったのですが、ウィキペディアには筒石駅から 4.1 キロ、名立駅から 2.5 キロとありますので、その地点を調べてみた結果ここに当たったんですよ。ですので、この写真のちょうど左端くらいに当時は西名立信号場があったことになります。やっぱり痕跡は分かりませんが。あんた場所分からないとか言っておきながら今まで全部の信号場の近くで写真撮ってるじゃない。いやマジで分からんかった。偶然ですね。これは宝くじ買いに行くべきなりか。そもそも年齢的に厳しいからやめなさい。あと、気づいた人どれくらいいるのか分かりませんけど、九段の 413K32時間耐久乗車の動画でも、最寄り駅が糸魚川のところ姫川で報告してるんですよ。あれ、この近くって確か姫川信号場があったって前回言ってなかったっけ？そう、ですから当時も姫川と言ってるんですね。実はちょっとした小ネタでした。まあこれは私が単純に特別に詳しいからやっているだけであって、よその地域ではどこにかつて停車場があったかなんて分かったもんじゃないですから、これができるのは特別線内だけということになります。以上、尺が伸びてるのに余談でした。本当に何をやっているの？
休憩終わり、改めて直江津を目指します。出発して10秒で大貫トンネルに到達ね。レンガ積みがそのまま残ってる、いい感じのトンネルね。内部の壁はさすがにコンクリートで固められてますが、あと、さっき出た西名立信号場はこの大貫トンネルから出てすぐにありました。大貫トンネルが単線幅なのを見ると、西名立信号場の待機線はトンネル前で収束していたのかな。しばらく走って、ついに名立川へ。名立の街が見えてきたわね。この写真の奥には現在の名立駅がありますが、かつての名立駅は全く違う場所にありました。行ってみましょう。それがこの辺り。今は工場がありますが、この付近に名立駅がありました。今の名立駅とは随分離れてるわね。直線距離でも 1.5km、 道なりに行くと2km もあるので、全く違う場所へ駅が飛んでいったことがわかります。駅が空飛んだみたいな表現になってるわよ。渦井駅かな。渦井駅も空飛んでたわけじゃないんですが、でも名立駅は伏線電化の時に場合によっては廃止になるはずだったから、多少駅の位置が無理のある場所になっても仕方ないっちゃ仕方ないのよね。結果的に旧名立町役場、今の名立区総合事務所と駅が近くなりましたが、名立の住宅街や漁港からは離れてしまいましたので、パート6で言ったみたいに旅客や貨物の量が減少したと言われても妙に納得できます。土地勘のない方でもわかりやすいように言うと、旧名立駅は国道8号線の名立谷浜インターチェンジ入り口交差点の付近にありますね。地図で見ていただくと、現在の名立駅は元より海テラス名立からも結構離れているのがわかると思います。さて、名立を出て次は有馬川へ。名立の町から外れてすぐに休憩所の看板があってわーいと思ったら、この先3km、 一番大事なところ文字かすれてるやん。ちなみに名立を過ぎると海の向こうに町が見えてきます。あれが本日のゴール地点である直江津ですね。まだ結構遠いわね。午後になって気温も上がってきましたから、水分補給も欠かさずに頑張りましょう。しばらく進んで姥ヶ岳トンネルへ。やっぱりレンガ模様が残るトンネルですね。そのまま続けて青木坂トンネル。こっちもレンガがそのまま見えるわね。有馬川の集落が見えてきました。海沿いののどかな場所ね。景色はいいのですが、糸井川から特段変わってないのでもう言うことが見つからないなり。浦本駅からずっと離れて走ってきた旧線と新線ですが、ここ有馬川駅で一度合流します。有馬川駅の前後はそのまま線路を付け足したのね。有馬川駅の前後の線路が変わっていないことは、ちょくちょく見えるレンガアーチからもわかります。本当は浦本からここまでの間にもあるんですが、急線がそのまま自転車歩行者道になってるせいでチャリからは見れませんでした。国道8号を通る車からはちらっと見えるかもしれないわね。ただ脇見運転だけはしないでね。有馬川駅を出てしばらくすると、線路の築堤が自然に広くなります。この空間ね、これが急線の廃線跡なのね。その先、桑取川を渡るあたりで新線と急線は完全に分岐。新線は長浜トンネルへ、急線は海岸線へと進みます。外から見た様子です。右が新線、日本海汽水ライン長浜トンネルですが、その左にレンガブロックがあるのにお気づきでしょうか。急線の兄弟ね。ここではもう急線と新線が完全に分岐していることがわかるわね。しばらくすると再びトンネル、旧長浜トンネルですね。ちなみに、栗木自転車歩行者道上で直江津方面最後のトンネルになります。トンネルを抜けると長浜の集落へ。再び急線は現行線へ合流し、谷浜駅前後は同じ場所を通ります。谷浜駅まで来たわね。この先、急線はまた海岸線へ接近。日本海汽水ラインは最後に湯戸のトンネルを通過して直江津市街地へ突入しますが、急線はなおも海を見ながらのんびり走ります。急線と新線の分岐点付近ね。右奥に湯戸のトンネルが見えるわ。国道8号線は左にそれて海岸沿いを走りますが、急線もこっちの方向へ行っていました。いつぞやの基礎近くで訪れたバス停に再びやってきました。一部視聴者さんの間では聖地とかしてるらしい。奥では直江津の市街地も近づいてまいりましたが、実は急線、このまま直江津にゴールインして終わりではありません。知ってる人にはようやくかと言われそうですが、一応知らない人のために冒頭でも言わないでおきました。さあ、行きましょう。海洋フィッシングセンター付近へ到着。休日ということもあり、多くの人が釣りを楽しんでいましたが、のんびりとしたこの場所には、昔駅がありました。今の日本海汽水ラインは、筒井市、名立、有馬川、谷浜、直江津の順だけど、1969年9月30日までは違う並びだったわ。筒井市、名立、有馬川、谷浜、郷津、直江津の順ね。そう、この場所にあったのは郷津駅。1911年にこの場所に線路が初めて通ってから、ずっとあった駅です。この立地からわかる通り、郷津駅は今の有馬川駅以上に海に近く、もはや日本有数のレベルにあったほど。郷津駅の駅舎は一番山側にあって、そこから一番乗り場、二番乗り場の順だったわ。そして二番乗り場のすぐ向こうは海ね。普通列車しか止まらないような小さな駅だったけど、眺望だけはきっと良かったんでしょうね。しかし北陸本線は地滑りがやばい。事実、1964年にも集中豪雨を原因として付近で地滑りが発生し、郷津駅の設備が被害を受けてしまっています。1963年には、直江津谷浜間は現在線を建造して郷津駅を存続させる案も出ましたが、地滑りの発生時期と希望的確に予知することはできないので、抜本的な予防対策は立てがたい、との結論が国鉄内部で出されます。
このことから、新線建設は地滑り多発地帯を極力回避する方針に、特に鉄道計画地として避けるべき場所が、直江津浦本間で6カ所挙げられましたが、その中に神津駅付近が含まれてしまいます。これを受けて国鉄は、直江津谷浜間は3キロ超えのトンネルで短絡して、神津駅はやむなく放棄、廃止するという方針にしたわ。筒石駅みたいに代替駅を設置しようにも、費用も土地もかかるし、何より筒石駅ほどの存続運動もなかったと推測されるわ。多少はあったかもしれませんが、ウィキペディア、それの元となる文献に反対運動のことが書いていないということは、なだち、筒石ほど強くはなかったようです。結果として1969年9月30日をもって、蒸気牽引列車、9線ともども神津駅は廃止となり、過去のものとなってしまいました。現在、駅や土地は写真の通り国道や駐車場に転用されています。だけど、記念碑とかはないから、知識がないと現地で駅や土地と理解するのは難しいわ。ある程度人が来るフィッシングセンターがあるんですから、ささやかでも置いてほしいですね。筒石駅は記念碑置いてあるんですから。上越市と糸井川市っていう市町村の差はあるけどね。ちなみに、神津駅からの現在の風景がこんな感じ。桟橋はフィッシングセンターのもので、向こうに見える構造物は直江津港の施設です。神津駅があった当時は違う風景だったけど、やっぱり駅からの眺めは良かったでしょうね。さっきも言った通り、有馬川駅よりも海に近いので、残っていたら間違いなく都鉄線内で最も景色がいいと言われる区間だったでしょう。それを自転車で追体験するのも趣があってよろし。余談ですが、島根県には山陰本線内に、江津という駅があります。元は岩見江津という駅名だったのですが、これは読みの似ているここ江津駅との区別のため、江津駅廃止により、似た名前の駅が消滅しましたので、岩見江津駅は江津駅に改称しています。江津駅は、実は遠く離れた島根県の駅ともつながりがあったんですな。さて、ここまで来たらいよいよクライマックス。ゴールの直江津目指してチャリそうです。神津駅を出てすぐ、糸井川市から続いてきた首輝自転車歩行者道は終点になります。当然この先も急線は現行線に合流するまで続いていて、廃線跡はほぼ丸ごと国道8号になってるわね。しかしこの先は大型車がブンブン通る脇を走行せねばならぬので、私がこのまま8号へ突っ込むと、行き先は直江津ではなく三途の川になりそう。首輝自転車歩行者道のパンフレットにも8号は推奨ルートに入ってないし、おとなしくここから左折して県道468号に入った方が良さそうね。しばらく進むと8号がトンネルに入るのが見えます。これが神津トンネル、9線を再利用してますので9線も同じトンネルを通っていました。当然そのままじゃ道路に使えないから、トンネルに改修工事が入ってるわね。元鉄道トンネルだけど、今は鉄道の面影は全然ないわ。それこそ何も知らない人からしたら、至って普通の道路トンネルですからね。ずっと回り道して再び国道8号へ、9線はここから向かって右にそれます。あと、単純に直江津駅に行くんだったら、直江津海水浴場の脇を通って水族館へ抜けた方が早いわ。またまた回り道してきました。湯戸のトンネルから出た日本海水ラインの線路がお出迎え。奥にはさっきの場所の先に当たる国道8号が見えてるわね。そして今立っている場所かその手前の砂利、ここが廃線跡です。ということはつまり。はい、現行線と合流します。浦本からずっと続いてきた北陸本線9線ですが、ここでついに終点に、この先は新潟県鉄道発祥の地にして、特急列車が一堂に会した一大ターミナル、直江津駅です。地滑り回避のために海岸沿いの線路をほぼ全て手放し、多額の資金と時間、そして人員を費やしてまで新線へ切り替えた北陸本線、糸魚川直江津間の所要時間は、優等列車は44分から29分と30分切りを達成。普通列車も1時間半かかっていたものが50分弱まで短縮されるなど、都市間輸送、防災面の改善に一役買うこととなります。しかし、全てがプラスで終わったわけではなく、特に名立ち、筒石、能において駅が町の中心から大きく外れた場所に移ってしまうことをはじめとした、地域輸送が犠牲になってしまった面もあるにはあります。さて、メインディッシュは終わったんですが、さらに2つほどおまけをつけましょう。まずはそろそろ気になってる人もいる左の黒い塊ね。こちら、D51 型蒸気機関車、みんな大好きデゴイチです。直江津駅には動くデゴイチがいるけど、あのデゴイチが来るずっと前から、直江津にはデゴイチがいたのよね。今直江津駅構内で動いているのは標準型の827号機ですが、ここ、五地交通公園に生態保存されているのは初期型の75号機、ナメクジ型と呼ばれるものになります。1938年に川崎車両で製造され、水戸や白川、宇都宮を転々とした後、1958年に長岡へやってきます。その後坂田、新津と転属し、259万7890.3km を走り、1972年12月9日にニーツで廃車されて最後の時を迎えました。その後1973年にここ五地へやってきてひっそりと佇んでいます。地元の人が定期的に手入れしているし、屋根もついているから保存状態はいいわね。このデゴイチは交通公園内から当然見えるほか、翡翠ラインの車内からも一瞬だけ見えますので、機会があればぜひご覧あれ。最近はレールパークの827号機が注目されてるけど、このナメクジ型75号機も忘れないであげてね。私が数え間違えていなければ、日本国内にナメクジ型デゴイチは17両しか保存されていないはずなので、そういう意味でも非常に貴重です。寄り道しましたが、ついに直江津駅へゴール。全行程42キロを約4時間半かけて走ってきました。遅くね。動画撮りながらってのと単純に体力不足で、自転車は18時までに糸井川に返さなきゃいけないんですが、このまま行くと18時までに糸井川に着けません。じゃあどうすんの？ご安心を、秘策を使います。助けてとっててさん。
はい、翡翠ラインにチャリ乗って糸魚川まで連れてってもらいます。やっぱ翡翠ラインなんだよな。改めてこちら、越後ときめき鉄道が今年から始めたサイクルトレインで、翡翠ラインの一般列車にチャリを乗せてトレインワークすることが可能。基本どの駅でも使えますが、例外的に筒石と浦本、あと相鉄さんの駅になる越中宮崎と泊まりの4駅では乗せることができません。利用には運賃に加えて別途290円の手回り品切符が必要になって、これは各窓口の他に、特快車掌も発行してくれると思うわ。もし特快車掌のいない列車を、無人駅で乗って無人駅で降りた時には、ちゃんと運賃箱に運賃と290円を払ってね。チャリを乗せられる列車は時刻表に印がついているので、越後ときめき鉄道公式ホームページから全線時刻表を一度ご覧くださいね。概要欄にとき鉄公式の URL を貼っておくので、詳しいことはそちらをどうぞ。あと、試験段階ということもあってか、直江津駅のエレベーターにチャリが乗らないなどといったこともありますので、その辺はご了承頼みますマンですね。さすがは ET122系、私が CC 言いながら4時間半かけて走ってきた区間を最高速度100キロですっ飛ばしていきます。もう有馬川だ。4時間半かかってるのは完全に主の実力不足だけど、やっぱり鉄道は速いわね。これサイクルトレインやってなかったら私普通に積んでましたね。こういう取り組みをしてくれるだけでもありがたいです。ちなみにサイクルトレインはとんでも道を回避する近江一部里間の利用が基地ですよ。時鉄も推奨してるわね。さて、その後無事に自転車を返却したところで今回は以上。長くなりましたが、日本海翡翠ラインの急線探索を楽しみいただけたでしょうか。次回、翡翠ラインから分岐していた廃線を歩いて廃線探索は終わりね。その後はダイヤや車両の紹介になります。あと、よければ今回やったみたいに直江津糸魚川間の廃線跡サイクリングも挑戦してみてね。日本海の絶景を見ながら42キロを楽しむのはいかがでしょう。てな感じで締めますかね。チャンネル登録、Twitter、アメブロのフォロー、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは、本日もどうもお疲れ様でした。次回もよろしくね。